衝撃の行動を見せた、羨ましすぎるやつ。ドラマ、それってパクリじゃないですか？に登場するカフェの看板猫リリーが羨望の敵に一体なぜ猫がそんなことを？その理由は、ドラマに登場する時は貴子さんとの関係にある。5月31日の時はさんのインスタグラムには、リリーとのツーショット写真が掲載されており、スーツ姿の時はさんがリリーをしっかりと抱いている。時はによると、猫を強引に抱っこしたところ、リリーが嫌がったという。猫を羨ましがっているのだろうと推測したネットウォッチャーは、こう説明した。いやいや、猫は時はに不満があるんですよ。いやいや、猫は、トキワの胸に乗っかって、なんだか嬉しそう。彼女の身代わりになれるものなら、そうしたい。何しろ、彼女の胸をまさぐっているのですから。右前足が、トキワの胸を押しているのがよくわかる。しかも、彼女のスーツの胸元から入っているのである。リリーは名前こそ女性かもしれませんが、やっていることは男性そのものです。リリーの衝撃的な行動で、高梨より、トキワの役の過去が気にならなくなったおじさんもいるのではないでしょうか？私の動画をご覧いただき、ありがとうございます。私のチャンネルに登録すると最新の動画が届きます。